こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。この間ですね、ビリーボーイの解説の A のコンピングをやったと思うんですけど、この譜面をですね、ダウンロードした方がいろいろやってみたんですけど、ここの後テーマの B の部分がわからないっていう質問がありまして、後テーマっていうのはまあここの部分なんですけど、これをまあちょっとやっていきますね。ここの部分ですね。で、このこういうコンピングを全部コピーするのもいいんだけど、今回やっぱ部分部分でいっぱい考えていこうかなというお話ですね。はい。ここの B の部分をやっていくんですけど、これを8小節そのまま覚えるのもいいんですけど、こう部分部分で解説していきますね。最初の1小節目っていうのは何かっていうと、ここは、このタドンっていうのが僕で言ってタームの A で着地。ね。これはよく使いますよね。で、次の小節のトントンっていうのがね、トントン、これはこのタドンの、これは僕はタームの A って考えると、これ A' って考えるんですね。タンタンタンドンっていうのを両方スネアにして、要はタドンをタドンにして音階を変えて引き伸ばして、でしかもこう両方スネアにする、タンタンっていうフレーズは多いんですね。これシンコペーションするからね。まだ話が続く感じがするので、これ A' っていうふうに考えるね。で、裏から表へ、うかっかがーかっかがーのフレーズですよね。で、タドドタド、これ多分ね、ハイタムハイタムスニアスニア、こう、フィリーよくやるんですけど、こういうふうなフレーズね。これ僕はタームの ABCDE まで作ってるでしょ。ほんでこれ F にしたかったね。で、最初 F で書いてたんだけど、みんなここで詰まりまくるんで、やらなくてもいいって言ってるんですけど、や、あるとやるから、だからもう、省いちゃったんですけど、タドドドタドド。これはものすごい使いやすいんですね。で、この、こうやって跳ねてるとかっこ悪いじゃないですか。だから、裏から、まあ、これだけでもフォーバース全然いけますよね。で、タドンドンはこれ同じでしょ。で、ここ問題はこの、ちょっとここ青にしようかな。問題ここ、こいつ、こいつ2拍3で何やってるんですか。このなんかこうスラッシュ書いてあるし、これあのハイタムとこうやってやってるんですかっていう質問があったんですけど、これ違うんですね。これこういう風ですね。ブラシをこのようにして、こうやってやってるんですよ。で、その手前のここを左手でいけば、その間に右手が持ち帰れるでしょっていう話なのね。だから、の間に右手をこう持ってって、タタ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 、途中で左手のあ、まあ持ち替えて戻そうとしてるっていうイメージじゃないかなっていうことなんですね。そうすると、ワン、ツー、ワン、ツー、スリーというフレーズですよと。そうするとこの A と A' だけで、みたいにするとこれだけで A とバスできたし、例えばこういう風にして引き伸ばせば、別になんかこう単語ごとで覚えてると自分でその単語組み合わせて演奏できるじゃないですか。こういうこうフレージングでちゃんと覚えておくってことですね。で、音程つけて歌ったらもう無限にいろんなことができるんで、っていう音程っていうのは頭の中で音程つけると音量が変わるから、もう自分なりのフレーズになるってことですね。うたたたたたも。いやふうにやれば、もういろんなところで、ここでやってもいいです。まあ、斜めだからここがいいんじゃないか。ここ。これシンコペーションブックで、たたたた。っていうふうにやることもできるし、こう、なんかお客さんが面白いと思うエンターテイナーな感じですよね。これだから映像もないのにこれでやってたんですね。だからなんかまあフレーズで浮かんで。
これ非常に面白いフレーズなので、ぜひ使っていただきたいな。ブラシゴロゴロ奏法。名前あるのかな？ゴロゴロ奏法。っていうふうに覚えてもらえばいい。で、まあ、このフレーズを分解すると、タッタンの最後のタッタン、タタンっていうのも、これももう A' ですよね、みたいなお話ですよね。だからそうすると、そんなにボキャブラリーがいっぱいあるわけじゃなくて、ボキャブラリーは実際、ドラムソロの中で2つぐらいのボキャブラリーを行ったり来たりして場所を変えたら全然ドラムソロできるんですよ。あまりにも展開するとむしろお客さんのこの残らないんで頭の中に。タトントン、コンコン、サタン、なんだかなんとか、コンコン、タトントン、ジャンジャン、タトン、ジャンジャン、ジャンジャンってやると、あ、ジャンジャンって言いたいんだな、みたいな感じがするじゃないですか。そうするとシンプルなのにめちゃくちゃこう相手にこう訴求力があるというか、だから歌なんでこうテクニックじゃないんですよ。まあ、というわけでですね、まあこう、歌心があれば、そんなに難しいことやらなくても、全然演奏できるし、でも、このこれなんか、は結構こう、歌として面白い歌なんで使えるかなと思うんで、ぜひなんか応用して掴めてみていただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなという方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。